皆さんこんばんは、 MK です。スーパーマリオパーティーパート3やっていきましょう。前回マリオパーティーモードで遊んだので、今回はリバーサバイバルで遊んでいきましょう。ジャングルを左へ右へ力を合わせてゴールを目指せ。いまいちルールは分かっていないんですが、左と右に分かれて遊ぶのがおすすめ。まあ一人でも多分遊べますよね。友達いないんで一人がいいんですけど。あ、いけそうだね。水がすごい綺麗。ここから出てくるのかな。おお、バッシャーン。これはどうやって遊ぶんだ。川下り的な感じなんでしょうか。お、手を振っている。誰、俺じゃないな。誰だ。あ、キノピオだはい、探検隊の皆さん、リバーサバイバルへようこそ。このジャングルは初めてですか。はい、初めてです。どうすればいいんでしょう。ここは多くの探検隊が出発した歴史ある場所です。緩やかな流れとマイナスイオンで心も落ち着きますよね。マイナスイオンちょっとわかんないけど、しかしずっとこの調子ではありません。はあ、この先には急流や大きな岩があるね。右にあったよ、今みんな見てたけど。見たこともない生物など危険がいっぱいです。はあ、おお、それは見たことあるな。だいぶ見たことあるよ。いやー、なんて恐ろしいんでしょうあんまり恐ろしい感じしなかったけどね、今のやつは。5本。また川はこの先で流れが分かれています。その先がどうなっているのか私たちもまだ調査中です。どうか皆さんでサバイバルしてください。なるほど。ところでこの川のルールはご存知ですか。ルール、いや一応聞きましょう。はい、これはオールでボート、あ、何、実際に動く系なんだ、頑張ろうはい、オールでボートを漕ぎます。で、制限時間が来たらサバイバル終了です。はあ、その間に何かあるんですよね多分。おお、バルーンを割ったらミニゲーム。ミニゲームのランクによって残り時間が大きく増えます。あ、なるべくこうなんだ、進めばいいんだ、奥の方に奥の方にって感じで。はい、オールはこっちですか。サバイバルのコツは協力することです。はい、協力しましょう、みんなで心を一つに頑張ってください。わかりました。レディー、はい、イエーイ。で、そう、そのいまいち俺だけついていけなかったけど今。あ、スタートラインが近づいてきましたよ。レッツサバイバル。あ、いきなりちょっとオールこぐ練習したいんだけど、どうすればいいんだ。こういう感じか。はい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 、あ、こういうことね、こういうことね。あ、俺があんまりこぎすぎると右の方に寄ってっちゃうから、とりあえず真ん中走ろう。わかんないから、始まりのりは、あ、ごめんごめん、こぎすぎた。どうすればいい、どうすればいい。おお、そっち来いで、そっち来いで。よしよしよし。あ、岩がある、岩があるよ。そっち行こう、そっち行こう、岩があるから。で、そっち頑張ってこいで。で、あのミニゲームやろうぜ、まず。あ、危ない危ない。あ、ミニゲームやろ、ミニゲームやろ。頑張って頑張って。よし、オッケー。これは？はい。運んでクリスタル。ゴールへ運べ。あ、こういう感じ？あ、移動するだけか。みんなは移動してる？練習してみよう。はい。パックンフラワーに気をつけて、これをゴールに運びましょう。この水は？あ、一応いけるんだ。なるほど、なるほど。よし、じゃあ頑張っていきましょう。水は通れるんだね。パックンフラワーにさえ当たらなければ大丈夫と。はい。わー、結構距離あんな。頑張りましょう。ガボンさんが頑張って採掘したこのクリスタルを。気をつけろ、気をつけろ。こっち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 。よし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 。で、一旦待とう、一旦待とう。こういうとこで焦ると、とんでもねえことになるから。で、これはこっちだね。あ、いけるいける、こっちいける。いいね、いいね、いいですよ、いいですよ。で、これも気をつけて。はいはいはい、危ない危ない危ない。やばい、大丈夫大丈夫、一応大丈夫。ここ一回待とう、一回待とう、一回待って。あ、 A ランクになっちゃったけど、まあしょうがないよね。よし、 OK、 フィニッシュ。残りこれで30秒手に入ったってことかな。こういう感じで運ぶ、なんだ、あ、イエイイエイイエイ、はい、みんなイエイプラス3秒。イエイのタイミングもうちょっとこう分かりやすいようにしてくんないと、振るの忘れちゃうよ俺。はい、タイムエクセ、なんて書いてた。あ、危ない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 。こいでこいでこいで。おお、すごい急だね、すごい急だ。こいでこいでこいで。よし、次はあのミニゲームだな。あれ取るぞ、あれ取るぞ。頑張れ頑張れ頑張れまだいける、まだいける。よしよしよし、いいんじゃない、取れるんじゃない。ちょっと俺こぐよ。よし、オッケーいまいち皆さんにね、これが伝わらないんだけど、なんだなんだ。追い込め、コペンギン。ペンギンを、コペンギンは近づくと逃げるよ。これで、ああ、なるほどなるほど。このゴールの方になるべくこうペンギンを寄せていくんだな。これ結構協力が必要じゃない？みんなで協力していこうぜ。はい。おお、親ペンギンが。あれだよね、マリオ64のこの子たちだよね、これ。はい、スタート。これで追い込め追い込め。こっちこっちこっち。これさ、なるべくさ、こう角っこで行った方がいいんじゃない？そう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 。で、これで追い込んで、あー待って。
こうやって結構滑る。これね、結構滑りますよ。あ、でもいい、いい感じ。あ、全員、これ全員やんないといけない？はいはいはい、追い込め追い込め追い込め。君、君何？君一人で、あー、これ、俺が待ち伏せすればいいんだな、ここで。よしよしよし。よし、今の作戦いい感じ。今の作戦いい感じ。この二人、二人残ってる、二人残ってる。ここで俺が待ち伏せすれば、あー、ごめんごめんごめん、ちょっと間違えた。こっち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 、あーたたたたたたた、いけ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 、あ、追い込んで追い込んで追い込んで、俺ここでここで、はいはいはい、オッケー、いいですね。 S じゃない？ S だ。プラス40秒ゲットですね。え、これ無限にいけちゃわない？タイムエクステンド、あ、イエイ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 、はい、オッケー、プラス3秒、無限にいけちゃうよこれ。なんなら大丈夫？俺にやらせれば無限にいけちゃう説が出てますが、103秒あれば余裕でしょう。あ、一応ゴールはあるんだな。枝分かれした後にゴールはあるっぽいんで、ゴールに向かって、まあ一発でゴールまで行きたいよね。次の、あー、取れない、取れないよ、それ急すぎだわ。待って、やばい、一個逃した。よし、そっち頑張ってこいで、そっち頑張ってこいで、あれ取ろうぜ。もうちょっと頑張ってこいで、もうちょっと頑張ってこいで、ありがとう。これは、はい、ふわふわバルーン、これで、あ、なるほどなるほど、これで風を送ってたくさんバルーンを割れと、はいはいはい、風を送って、そういうことね、そういうことね。結構大変だぞこれ。思ったより大変だ。これでくる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 回ってけってことだな。はい、オッケー、頑張りましょう。チャンスは3回って書いてあったね。3回で全部の風船を集めればいいのかな。はい、ヨッシーさん。おー、なるほど、そっちから来るか、そっちから来るか。だったら俺がここで風を送って、あー、ごめん、やりすぎた。悪いじさん、やりすぎたっぽい私。え、難しくない？難しい難しい。待って待って、全然取れてない、全然取れてないよ。40、140で C ってこと？全然取れてないじゃん。やばいやばいやばい、頑張れ頑張れ。そう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 、いいねいいねいいね。で、俺ちょっとさっきやりすぎたから、この辺にしとこう、この辺にしとこう。いいね、めっちゃ取ったよ、めっちゃ取ったよ。頑張れ頑張れ。マリオさん、マリオさん、そこ、あー、取れないか取れないか。その辺を取らせましょう。いいね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 。あ、140で S ってこと？あ、じゃあ取れんじゃね。今だって69取ったでしょ。いけるいけるいける。あー、だんだん減ってくんのかな。でも若干若干こっち、若干こっち、若干こっち。よーしよ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 し、もうちょい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 、あー、もうちょいだったな、ごめんなさい。いける、あと3つ、あと3つ。お、140はいったけど、S いけんじゃない、 S いけんじゃない。 OK、 S いった。いいですねいいですね。これで S ランクでプラス40秒とフィニッシュ。結構簡単じゃない、ミニゲーム自体は。ミニゲーム自体は簡単だから。おお、頑張って、おお、イエイイエイイエイ、よし。このね、イエイ大事だから。残り3秒、この3秒がね、命運を分ける可能性があるんでね。よし、頑張っていきましょう。次、おー、俺がめっちゃ漕がないといけない。どっち行く、どっち行く。プクプクがいっぱいいるコースか、急流のコースかだね。プクプク怖いから、急流のコースにしない？こっちにしようぜ。よし、そう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 、多分こっちの方がやりやすいよ。プクプク避けるの大変でしょ。よーしよしよし、こっちに行きましょう。はい、タイムエクステンドプラス10秒、これで128秒あるわけだ。レディーイエーイ、レディーイエーイ。なあなあ、そういうことね、そういうことね。プラス3秒。滝真っ逆さま、真っ逆さまは嫌だな。頑張れ、行くぞ。よーし、あのミニゲーム取るよ、あのミニゲーム取るよ、頑張って。はい、おー、真っ逆さまだ。あそこなんか、うわー、すごい水がリアル。ほら、ここで、あれじゃない？ギャーンっていけんじゃないの？よーし、オッケー。で、あれ取る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 。オッケー。これは？あ、息合わせてたくさんすくえ。オッケー、オッケー、オッケー。これで網を上げて、この金のプクプクを取ればいいんだな、できれば。おー、金のプクプクなんて今までいたっけ？スタート。はい、とりあえずここ上げよう。何回でも上げれるからね。はい、上げる、上げる、上げる。なるだけ多いとこ上げ、あ、金来た、金来た、金来た。あ、あー、もう一個来てたね。もう一個来てましたが、そこ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 。オッケー。あ、これさ、みんなで協力って書いてあるけど、俺のタイミングだわ。みんな俺のタイミングに合わせてくれる。あ、金、金、金、あ、金やっちゃった。金優先、金優先。よしよしよし。おお、めっちゃ来た、めっちゃ来た、めっちゃ来てるよ、めっちゃ来てる。あ、金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 、あ、金取れない。今取れなかった。金、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 金。よし、オッケー。え、もう一個、もう一回、もう一回、もう一回。あー、頑張れ、頑張れ、頑張れ。あー、焦りすぎたかな。ちょっと焦りすぎたか。結構取ったけどね。なんかあれみたい、あのパクパクする、あの、あ、レディーイエーイ、あのパクパクする魚にさ、磁石の釣り竿を落としてさ、なんかパクパクこうくっついてくるみたいなおもちゃありましたよね。皆さんわかりますか？今の時代ないの、あのおもちゃ。
俺の時代にしかなかったパクパクパックンチョ金魚みたいな。絶対違うわ、絶対違うけど分かるかな何言ってるか。あの磁石の、危ないよ。あ、一応大丈夫なんだ。あのボートが割れたりしてそこで終わりになっちゃうのかと思った。はい、ここをミニゲーム取って、これは打ち上げ花火リレー。この花火をゴールまで運ぶわけだ、落ちないようにね。これはめっちゃ簡単じゃないですか。ダメだよ、コンピューターが間違えるとかそういうくだらないことしなくていいからね。コンピューターの皆さんは絶対に間違えないでこっちまで来てください。いいですよいいですよ、ヨッシーさんありがとう。マリオさん頼むよ、あなた主役でしょ。マリオパーティーでマリオがミスったらもうとんでもないことになりますよ。よし、ナイス。ワルイジさん、ちょっとコース難しいけど足長いから大丈夫でしょう。足すげえ長いし細いな、スタイルめっちゃいいじゃんワルイジ。よし、こっからだな、私が頑張って。落ちるな落ちるな、クッパジュニア、ここまで運んでくれたら落としたらお前とんでもねえぞ。よしよしよし、オッケー。これは S ですよね。おお、金の土管に花火を詰めてポーン。おお、なんかこういう柄がついた花火ってさ、スーパーマリオじゃねえや、マリオカート64のレインボーロードみたいだよね。よし、イエーイ。わかりますか皆さん、あのスーパーマリオじゃねえって、マリオカート64のあのレインボーロード、あのマリオカート8でもあれだよね、あのリメイクされてますよね。はい、173秒、結構余裕では。あれ、カメラを持ったパタパタがいるよ。こんにちは、パタパタに映してもらおう、映してもらおうよ。パタパタ行っちゃうよ、パタパタ。おお、あ、すごい。あのディズニーランドのあれみたい、ディズニーランドでさ、なんかあのなんていうんだっけ、忘れちゃった、あのジェットコースターのスプラッシュマウンテンだ、スプラッシュマウンテン、みんなでピース集め、スプラッシュマウンテンで、あの、なになに、これどうすんの、え、あ、こっちに運ぶのね、なるほどなるほどなるほど。それを言ってくんないと。 OKOKOK、 9個のピースを真ん中に集めろ、任せてください。このびっくりマークは何、あ、びっくりマークを押せばあの扉が開くんだ、あそこの。なるほど、理解しましたよ。はい、頑張りましょう。まずは手前にあるやつから集めていきましょう。はい、たら俺は早速ここを押して、あ、押してる間しかいけない、マリオさん行って。 OK、 いいですねいいですね、マリオさんもう一個、マリオさんもう一個、よしよし、 OK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 。 ただヨッシーさんが押してくれている間にあそこもやりたいけど、悪いじさんがやってくれる、俺はここで橋渡ししましょう。OK、 いいですね、空気を読んでマリオさん最後私に入れさせてくれましたね。主人公だからね、さすが空気を読んでいる。 OK、 S ランク、結構 S ランククリアできるね。OK、 残り3秒も追加で43秒、もうゴールまで行けちゃうんじゃない。ただ結構時間かかりそうだな、ちょっと分割する。今もう13、4分経ってますよね。これどうしよう、早い方に行こうぜ、どうせだったらもう早くね、パッパと決めちゃわないと。こっちこっちこっち、ほらこっちだよ、ごめん行き過ぎた。よし、 OK、 これでプラス10秒、193秒ありますね、余裕では。はい、行こう。あ、え、俺今やった、やったつもりなかったわ。ホップステップバルーン、おお、なるほど。あー、それちょっと難しいな、ちょっと難しかったぞ。ここピョーンっていって、はい、行きましょう行きましょう、そこ行ける、そこ行ける。あー、俺がちょっとこいで、 OK、 バルーンで、今回のミニゲームはストラップをつけてね。はい、わかりました、縦持ち。おお、ブーメランか、ブーメランを投げる、投げて3本に当てるわけだな。 OK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 、 これは簡単だよ、これはいける、余裕余裕。はい、頑張りますよ。サンボが出てくる、サンボが出てきてこんにちは、いいですね、だるま落としみたい。行きましょう、そっちから頑張って、よー、いいよ、落としてって落としてって、たら俺が最後ここで決める、いいですよ、分かってます。あー、ちょっと足りない、ちょっと足りない。あ、俺あそこ最初落としとくべきだった、ごめん、ここも落としておくべきだった。お、いいですねいいですねいいですね。で、ここ、はいはいはい、で戻りでこいつも叩ける。お、結構来るね、3本、結構3本多いよ。待て待て待て、これ闇雲に投げてたら時間の無駄だな。543、あー、きつい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 、あー、きついねきついね。あー、最後1個取ったよ、20272318、いいんじゃない、これで何本だった、 S いった。おお、 S ランククリア、40で、レディーイエーイですね。レディーイエーイってなれないよね、レディーって言ったら GO だよね、普通に考えたら。よしよしよし、それでタイムエクステンドプラス43秒、219秒、余裕すぎでは。はい、ここ、あ、プラス3秒あったよ、プラス3秒。ああの、このタイマー懐かしいな、なんだっけ、スーパーマリオギャラクシー2だっけ、
なんだっけこのタイマー最初に出てきたやつって。確かそうだよね、ギャラクシー2だった気がする。よし、 OK。 でこっちにも行って、あのスーパーマリオワールドとかランドにもあったよね、あれ。はい、 2500m 結構来ましたね。はい、プラス10。あーっと、あれ取りたかったけど、いける？ここ乗らないと、ここ乗らないと風船取れないよ。 OK、 いいですね。はい、風船。おーっと、これは覚えてカードめくり、カード覚えろ。はい、ダイヤダイヤダイヤ、あ、ダイヤったらダイヤの場所を4人で覚えて4人で取りに行くわけだね。じゃあコンピューターがどこ行くか分かんないから、俺は4つ覚えておく必要があると。はい、カメックさんよろしくお願いします。はい、スタート。カード覚えろ。はい、クローバー、そこ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 、はい、完全に覚えました。もうね、目の前のやつ行こうよ、どうせだったら目の前のやつ行こう。うおー、待って、シャッフル効いてない、シャッフル効いてないけど、ここだよね。でも絶対みんな分かんないから、ここにしよう。ここでしたよね確か。 OK、 いいぞ。4回連続でやると S ランクってことかな。はい、次は、はい、ハート、わかりました。完全に場所を覚えた。ただ移動するからね、こっから気をつけましょう。1234、これが移動しますよ。おい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 、よし、 OK。 俺はじゃあ移動した先のやつを選んでいくよ。皆さん大丈夫、合ってるそれ。 OKOKOK、 いいですね。で次は、あ、これだんだん簡単になっていくってことか。もう4回目はじゃあ当たってるも同然ながら、これが最後だ。はい、ダイヤ、ダイヤが1、待って、三角がある。ダイヤ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 、よし、完全に覚えた、完全に覚えたよ。おーっと、あれ、ダイヤ同士ですよね今のシャフラー。待って、やばい、今の全然聞いてないけど、ここがダイヤなの確実だから、みんなが間違えなければ OK。 みんな優秀かよみんな優秀では。はい、次、三角だけ避ける必要があるから、三角を覚えればいいんだよ、こういうのは。頭いい。三角を覚えれば、その三角じゃないところを取ればいいからね。あ、待って、四角もある。ここの2つだな、ここの2つだな。はいはいはい、よし、 OK、 完璧、覚えた。あそこが三角で、あそこが四角だから、俺ここ取ります。皆さん OK、 間違えていない。コンピューターが優秀すぎるコンピューターがめちゃめちゃ優秀。よーし、フィニッシュ。いいですよ、いいですよ。これでまた S ランクですよね。はい、40秒でレディー、イエーイ、 OK。 この辺で一回分けようかな、そしたら。ですよね、あんまり一個のパートに詰め込むとあれなんで、ここで次のミニゲームのあれ取ったら、そっから次回にしましょう。はい、あ、プラス3秒取ろう、プラス3秒取ろう、プラス3秒、うわー、取って取って取って、 OK。で、そこの3秒も取りたい、そこの3秒も取りたいけど、 OK、 いいですね。とりあえず232秒、いいよいいよいいよ、流れはいい、流れは来ている。そこプラス3秒取りたいね、そこプラス3秒取りたいね。取れない、取れた取れた取れた、あそこ頑張って頑張って頑張って、ありがとう。で、俺が頑張る、俺が頑張る、俺が頑張れ、俺が頑張れ。あ、取れない、取れない、ギリギリ取れない。次どうしようか、月相と谷みたいな感じ。月相やってみる？あ、でも他人、いや、月相だな。ここはちょっとチャレンジして月相やっていきましょう。こっちです、こっちです。はい、ちょっと行き過ぎた、ごめんなさい。で、ここでまたレディーイエイですよね。はい、レディーイエイ、オッケー、頑張りましょう。月相がポンポン出てくるはずだから、月相の隅か。いるいるいる。あれに当たると良くないってことね。なんで当たった今。なんで当たった、こっち来た、あだだだだ、あれ、ミニゲームのこっちだって、危ないよ。ゲストそっちいる、ゲストそっちいる、ありがとうありがとう。こっち、あだだ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 、いいですねいいですね。ミニゲームのバルーンがありました、あれを取りました。あー、ぶつかっている、完全にぶつかっている。ゲストさんが、ゲストさんそこいるから、頑張ってこいで、頑張ってこいでくれ、頑張ってこいでくれ、取りたい取りたい、よし、オッケー、ギリギリ。はい、次、ボールを片付けろ、渡して受け取って、あ、なるほどね、ボールの種類によって入れるカゴが違うと。よし、じゃあ次回このミニゲームからやっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。